ついに韓国さんが中国に忠誠を誓ったそうです。記事とネットの反応を見てみましょう。中国政府は、韓国政府が対外的にサード高高度ミサイル防衛体系問題と関連した3府サードを追加配備しない、米国の MD に参加しない、韓米日軍事同盟に参加しない一元サード運用制限を正式に宣誓したと明らかにした。汪文斌中国外交部スポークスマンは10日定例ブリーフィングで、サードに対する中国政府立場を聞く連合ニュースの質問にこのように答えた。中国政府がすでに中韓米軍に配置されたサードの運用制限を意味する一元を韓国の対外的約束として表現したことは今回が初めてだ。それでは日本の反応です。わかりやすく属国宣言しろよ。さすがレッドチーム、特に驚くこともなく、発言自体に驚くことはないな。これで米国と同盟関係にあるらしいのは驚く。中国も韓国もアホだよな。やりすぎて在韓米軍が台湾にスライドする方がお互い困るだろうに。完全にレッドチーム、満面属国だからしゃあないね。これが朝鮮の真の姿。日本が下関条約で独立させたのがそもそもの間違いだったんだよ。これでアメリカが制裁加えたら笑う。韓国ってまた中国の属国になったんだね。歴史は繰り返すってやつか。位置的にも仲介である日本をバッシングしてそっぽ向かれたらそうなるよな。陸続きの韓国からしたら真っ先に標的になるしな。保守派と聞いてたのにムンジェインもできなかった常軌を逸した宣言を就任早々にやらかしやがったな。ということで、本当に米国ももう韓国は諦めてきっぱり切っちゃえばいいのにって感じですよね。一番いいのは中国が台湾を諦めて代わりに韓国を中国化させちゃうのが一番しっくりくる気がするんですが、それではダメなんでしょうか。まあ米国からしたら韓国みたいな国でもいないよりはマシって思っているのかもしれませんが、ぶっちゃけ韓国がいない方がいろんな物事がスムーズに進む気がするんですが、どうなんでしょうね。とはいえ実際にそうなったら今以上に韓国が日本にちょっかいを出してきそうな気もするし、なかなか難しい問題なのかもしれません。まあそれは置いといて、今回中国側が韓国が約束したと主張しているようで、実際韓国側はそう説明しただけであって合意や約束ではないと言っているようです。ですが正式な約束ではないとしても、そう説明したのであればそれは約束と同じことになるんじゃないでしょうか。そう説明しておきながらそれと違うことをされれば、中国としては当然怒るでしょうし、約束を破ったと捉えられても仕方ないですよね。普通に考えてサードの追加配置はしないし、米国ミサイル防衛体系への参加や韓日米軍事同盟もしません。すでに配置されたサードも制限的に運用するので大丈夫ですと説明した後、でもこれは約束ではないですからねとか言われたら、おいこらってなりますよね。まあ韓国さん、約束だろうが説明だろうが、それを破った時の中国の行動は変わらないので、どっちでもいいんじゃないですか。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。